もうね、アメリカのね、おじいちゃんが口滑らせちゃうわけですよね。トランプみたいな人がね、今からミサイル撃つぞとかね、ロケットマンとかね、まあそういうことを述べても、また言ってるわで済むんですけども、キャラクターが違うじゃないですか。このバイデンさんって、ですからこのバイデン大統領がね、ポーランドでの演説かな、そこで体制転換を求めているかということを言ってしまった。でその時からアメリカのね、政府高官が一生懸命火消しをしているということですね。ちょっと読みません。バイデン大統領26日欧州訪問を締めくくる演説で、ウクライナ危機を民主主義と専制主義の戦いと位置づけ、ロシアとの対決姿勢を改めて示した。ただプーチン大統領の去就に踏み込んだ発言にはロシア側から強い反発が出ている。そうですね、アメリカはロシアを刺激するとプーチン大統領がいろいろと行きがってなんかやっちゃうかもしれないから、できるだけ刺激しないようにしてきたわけですよね。そして米軍も動きませんよ、話し合いでと来たわけじゃないですか。そこへ来ていきなり権力者の地位から下ろさないといけないということを言ってしまったわけなんですよ。だから一貫してないんですよね。それ言うんだったら、この戦闘が始まる前にね、米軍動かすぞの一言があればよかったんですよ。力ずくで止めてやるの一言があればよかったんですよ。それ今言う、今逆で始まっちゃったら、あえて健康でいますかみたいな、精神的に悩んでませんかみたいな、リラックスしてくださいねぐらいのね、ちゃちゃを入れるぐらいの方がいいんですよ。逆なんですよね、このおじいちゃん。始まる前にこういう姿勢を示してほしかったんですよ。そんなね、リーダーは権力者の座にいてはいけないのだみたいなことは進行する前に言うと効果があったんですよね。いや本当にね、力ずくで止めるぞと言っていいんですけども、このおじいちゃん言ったのはね、ウクライナに侵攻するその瞬間まで対話をするって言っちゃったわけですよ。ということはもう侵攻するの自体は容認するってことですよ。止めに行かないってことですよね。やっぱり民主党っぽいっていうかね、話せばわかるみたいな、侵攻するその瞬間まで対話をしようとか言っちゃってるわけですから、でもこれは裏返せばもう侵攻するのをアメリカは見てるだけ、近づくて止めないということですよね。だから開戦前に空母艦隊を動かすぐらいのことをしてね、力ずくで止めてみせるって言えばよかったんです。そしたらプーチンは動けなかったんだから、その時はね、どうぞどうぞみたいな、事実上そうですよ、私たち特に何もしませんから、まあまあまあ、どうぞと、ただ話そうみたいな、そんな感じで黙認ですからね。それでいて今になってね、権力者の地位にいてはならんとか言ったって、今は刺激しないでね、お体元気ですかとかねぐらいにしとけばいいものをね。落としどころの問題もあるんですよね。でどうやめるのか、しかもメンツを大切にするわけですよ。まあ中国もそうですけど、ロシアもそうなんですよね。プーチンなんかも本当にメンツを大切にするので、かっこ悪い終わり方できないわけですね、彼的には。引くに引けない。ですからまあここでね、アメリカの大統領が個人攻撃とかなじったりとかすると、これプラスに行くかマイナスに行くかって言ったら、やっぱマイナスに行くわけですね。ですから、表面上はニコニコしててね、あまり無理なさないでねとか言いながら、水面下でね、いろんなものを武器支援したりとかね、するのは水面下でやってればいいんですけど、表向きはね、全然そんなことしてませんけど、ぐらいのね、アメリカも全然関与してませんよって言ってね。だから逆なんですね。開戦したらそっちになんなきゃいけなかったんですけども、今乗って急に火がついてね、権力者の地位にいてはならんとか言っちゃってるわけですよね。そんなの原稿に書いてないからアドリブで入れちゃったわけですよね。アドリブで入れたということは大統領の本心だってことになって、さらに強い意味を持っちゃったわけですよね。それでもホワイトハウスが、いやいやあれは違います、いや違います、権力者の座から引きずり下ろすって言ってんだから体制変換じゃないですか、いや体制変換を意味してません、いやいやどう考えたら体制変換を言っちゃってますよね。でも尻拭いできないぐらい言っちゃってるわけだから、ダメだね、ダメです。バイデン大統領本当にダメですね。武田恒康チャンネルの切り抜きチャンネルをご視聴くださいまして誠にありがとうございました。動画の評価、いいね、チャンネル登録もお願いします。本家武田恒康チャンネルでは毎週木曜日夜8時、日々の新聞から話題のニュースを取り上げ、わかりやすく解説する番組をライブにて配信しています。よろしければ生放送も見に来てくださいね。